Hello there! 始まりました。モルティスチャンネルです。今回はですね、トイック800点を目指すビジョン君ですけども、ついに1回目終わりましたので、ね、どんな感じで勉強したのか、っていうのをですね、まあ動画に撮ってもらいましたんで、そちらを見ていただこうかなと思うんですけど、ただですね、まあ動画の中でも話してるんですけど、ちょっとあの3時間、1日3時間のですね、勉強を貸したわけですよ。これをやらなきゃダメ。って言ったんですけどですね、どうもですね、守ってない日があったようなので、というかまあ細かくもらってるので、何日にどっからどこまでどれだけの時間勉強しましたっていうのを全部 Excel でもらってるので、私自身見てやっぱ超えてない時が出ちゃったわけですね。でそこでですね、西先生ですね、西教授先生にですね、ボロクソに怒られたって言ってましたんで、ですね、そこからまあちょっと心を入れ替えて頑張ったらしいんですけど、まあどんな感じだったのか、ちょっとですね、わざわざスーツ姿でですね、撮ってくれましたんで、見てもらいたいと思うんですが、で最後にですね、やっぱこれ達成した時にペナルティですね、罰ゲーム設けないと意味ないなと思ったんで、ちょっと罰ゲームを募集したいと思います。そうですね、まあ詳しくは、どんな感じかっていうのを動画の最後に話そうと思いますけども、ちょっと募集します。で、ですね、でそこで今度そうですね、僕4月東京戻った時にビジョン君と会って収録して、決めたいと思います。どの罰ゲームをするかっていうのを決めたいと思いますので、皆様にですね、ぜひ、その案をもらおうかなと思っています。 Hello there! はい、真似しました。はい、はい、生活感丸出しの、我が自宅から、はい、ビジョンです。ですね、本日森哲先生が、セルタで神戸に行ってしまっているため、自宅からリモートでの収録となります。よろしくお願いします。はい、というわけで、3月10日にですね、トイック、第280何回目だかよくわかんないけどありまして、まあ265点、前回よりは絶対良くなるだろうっていう、まあこれ以上下がないんじゃないっていう感じなんですけど、まあ今回頑張ってきました。なんで本日はそれまでに、やった参考書、まあ、どこまでやったかなんかを、はい、紹介していきます。本日ですね、本日っていうね、3月10日。まあ、今日までで大体20日ぐらい勉強始まって、この企画始まって20日ぐらい経つんですけど、10日まで、まあ、大体2週間ぐらいの時には、の、どこまでやったかを紹介していきます。まず、デルタ600。はい。これですね。大体もう2週しました。はい。1日60やって、はい。10日経たなかったですね、実際は。1日120やった。やった日とか120もやった。120とかやったんで、ほぼ覚えました。2週ぐらいして、だいたい9割は覚えてます。で、トイックで使う、受験勉強とかじゃ習えなかった単語の使い方、トイックに特徴的な単語の使い方が勉強できて、すごい役立ったというか、助かった。まずトイックに慣れるっていう意味で、めっちゃ導入になるいい単語帳だったと思います。続きまして。はい。次。スピードマスター。スピードマスター。これはですね、トイックで出るほぼ全ての文法が網羅されてるんじゃないかってぐらい、まあ、基礎的なとこでの文法がほぼ全て網羅されてるんじゃないかっていう感じの文法書でした。だいたいこれも2週ぐらいしたかな。はい。1日1セクション、1章やってって、だいたい、そうですね、10日で2、3週、2、2、2週、1.8 週ぐらいできるんで、その手で進めてきました。まあ、これももう、大丈夫かな、次って。はい、続きまして、金のフレーズ。これがですね、ちょっとまだ終わってなくて、後半がやっぱ激ムズ、単語がちょっと難しくて、あんまり進められず、まあこれからコミットしていこうかなって思うんですけど、まあなんですかね、デルタ600の次のつなぎ目、ジョイントになるものとしてはめっちゃいいかなみたいな。これなんか森哲先生中国語勉強してるのか、たまに中国語書いてあってすげえ聞い取られましたね。まあ全然大丈夫だったけど。はい。金のフレーズは半分ぐらい、だいたい10日までにはやってました。で結構わかんない単語がたくさんあります。これからも勉強していかないとやばい。続きまして、これが一番響いたっていうか聞いた感じ、ミニ文字。はい。だいたい10日の時には確か Day 4ぐらいまで終わってたんですけど、全部で Day 10まであるんですけど、 Day 4まで終わった時点で TOEIC のほぼ全てのパート1から7までの形式に慣れることができて、で、もう大体1と5なんかはもう文法とか、5は文法だし、1はもう描写問題、写真の問題だから、形式に慣れちゃえば結構強いところがあって、もうミニ模試やったらもうほぼ全てそれは、
大体本番のテストでも完璧に解けてたかなって感じでした。はい、まあうん、あと6回、あと2回残ってるのか、あと2回しっかりやっていこうと思います。はい、最後続きまして、公式過去問、公式過去問はなんと1回しか解けてませんでした。申し訳ございません、すいません、あのですね、ちょっと時間がなくて、すいません、あ、言い訳ですね。はい、もっと解いていきます。まあでも1回解いておくとやっぱりあのね、テストでなんか狼狽せず、うろたえず済むかなみたいな感じでした。ここまでの勉強過程、は3月10日まで、3月のちょっと1週目にですね、仕事が忙しくて、まあ、仕事を言い訳にちょっと毎日1時間できるかできないかみたいに怠けた時があって、その時にちょっと多方面の方からお咎めを受けてしまい、あ、やばいって焦り直して、今んとこ毎日4時間、平均だいたい4時間やって、休日祝日休みの日はそうですね、だいたい9時間ぐらいできてて、確保もできてて、ちゃんと量もこなせてるのかなって感じで進めてます。はい、次回は4月のとね、4月にあるんですけども、はい、そこでは目標600、1ヶ月でそんなに上がんねえよって思うかもしれないんですけど、まあ頑張って600目指していこうと思ってます。はい、じゃあこんな感じでいいですかね。はい、はい、というわけで、本日は、マイハウスから、ビジョンでした。ありがとうございました。チャオ。はい、どうだったでしょうか。見ていただいた、まあこんな感じでですね、まあ一応、うん、最近はすごく4時間5時間やってくれてるらしいんですけど、まあやっぱり何かしら、そうですね、これだって何の800点達成しなくて、達成したらまあ彼にとって非常にいいことですね。達成しなかったら何もないってですね、あの、困るのは私に被害が、風評被害とは言わないですけど、私の評判に傷がつくだけになってしまうので、それじゃいかんなと思ってですね、彼に何かしらのペナルティを設けないといけないな、800点達成しなかったらっていうのと思ってるので、案を募集したいと思います。まあ、コメント欄でもいいですけど、ですね、こういった800点を達成しなかったらこうした方がいいみたいなのをくださいですね。まあ、なるべく詳しくやってください。あと、非現実的なものはですね、やめてください。いじめになってしまうようなの絶対ダメなのでですね、お願いします。現実的なものであるなんだかね、でもやっぱちょっとアイデアがなんかないと面白くないなと思ってですね、なんか YouTube 動画にして面白くなるようなですね、罰ゲームを募集いたしますね。なんか坊主とかやってもですね、あんま面白くないので、何かですね、動画にして面白いみたいなですね、のをですね、そしてインパクトのあるものを募集しますので、ぜひコメント欄とかですね、Twitter ですね、 Twitter でもいいので、ぜひぜひ書いてください。よろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.